ガーデンドクター TV。 はい、ガーデンドクター TV 始まりました。ギュちゃんです。よろしくお願いします。ちょっと空模様が曇り時々雨のような状態なんですが、私今いるのがですね、北海道の岩見沢市にあります岩見沢公園の方に来ております。ずっとねバラ園が広がっておりまして、でこちらにね大温室があるという公園になります。ちょっとこちらの温室と、バラ園の方ですね、ちょっとお邪魔していろいろお話聞いてみたいと思います。はい、こちら室内公園色彩館になります。こちらご案内いただくのがですね、中の植栽管理ご担当されてます田中さんです。はい、田中です。はい、お願いします。今日はよろしくお願いいたします。じゃあちょっと中の方ご案内お願いします。はい、やりたいと思います。で大温室と南国温室に、はい、2つの温室があります。はい、で大温室の方が、はい、ここは鶴原ですね。この上鶴原、はい、鶴原でポールズヒマラヤムスクですね。はい、すごい伸びてますね。向こう の天井まで行ってるのが木工バラ。あ、木工バラ、はい、でずっとバラ、ずっとバラで向こうもバラです。あ、ずっとつながる、はい、すごいですね。で大体こっちは一期咲きのランブラー系で、はいはいはい、うん、向こうの柱は四季咲きのクライマー系。あ、そうですね、今咲いてますね。はい、大体4月の中旬頃から、はい、今週より一足早く楽しめます。むしろ、あ、温室だから、はい、で結構、ね、屋外でつるバラだとこう、うん、当該にあってなかなか枝が伸ばせなかったりとかするので、ここまで伸びるっていうのはもう温室ならではですよね。多分木工バラもこんな伸び、木工バラ多分越冬できないと思うので、そうですよね、多分一番大きいかもしれない、ね、大きいものばっかりです。はい、大きいといえばこの、はい、これまさかのこれゴールドクレストですか。これゴールドクレストです。それにしてもものすごい大きさですね。これ天井ついてるんで年1回こう刈り込んで剪定して、ね、もう天井つかないようにして、ね、はい、なんかそれこそ日本一でかいじゃないですか、ひょっとしたらこれね。誰か調べていただきたいけど、ね、多分北海道の温室だからできるの で、 そうです、ね、あの道外の温室とかだと暑すぎて逆にダメだっていうお話は聞いたことあります。ね、なるほど。はい、じゃあこれも本当にここじゃないと見られないような、はい、そうですね、ちょっとこれは驚きですね。はい、ゴールドクレスト植えた時はこのくらいの大きさだったそうです。最初これ、はい、これが、うん、じゃあこれが20年で、はい、あの大きさに、はい、もうシンボルツリーを超えてシンボルになっちゃったみたいな感じ。はい、はい、そうですね。越冬できないような植物を、あ、ここではそうですね、あえて育ててる。こういう椿とかサザンカ、これサザンカなんですけど、はい、紅葉樹の常緑樹っていうのは北海道では冬を越せないので、キモクセイもそうですし、はい、あ、キモクセイもあるんですね。はい、あ、じゃあ結構クスノキもそうかな。はい、はい、じゃあ北海道ではあの屋外ではあまり見られないものがここでは見られると。本州の方は珍しくないかもしれないんですけど、はい、あ、お茶の、はい、お茶もそうです。お茶なんかそうですよね。そうですね。霜でやられちゃいますよね。そうですね。沈丁花も越冬しません。はい、竹もダメだし。あ、竹も、はい、熊笹しか越冬しない。こちら南国温室ですね。ここ南国植物温室。はい、あ、こちらはもう打って変わって本当に南国な感じで。はいはい、ホームセンターで売ってるこう鉢で売ってるような観葉植物のような植物ですね。それをこう地植えにしてあるような感じ で、はい、あ、バナナ、はい、ちょっと調子悪いんですけど、はい、バナナ、あ、これは、あ、これビローです。ビロー、はい、実は食べられなさそうな、食べられないです、ね。これコウモリランすごい大きい。あ、これものすごい大きくなってますよね、はい、コウモリラン。うちの管理のおじさんが大事に大事に育ててる。はい、引き継がれてる。なんかこの隙間に油かすを入れたりとかして肥料を上げて、そうそう、肥料を上げてます。あ、でもこれ何枚もあるからやっぱりかなり年数経ってそうですよね。そうですね、コウモリランなかなか大きくならないですからね。はい、あ、これなんですかね、これ。はい、ツンベルギアですね。マイソルイヤハズカズラ。あ、カズラ。はい。ありがとうございます。こちら、岩見沢公園は 冬の間は閉じちゃうんですかね。冬も。年中やってます。温室だけは年中開館してます。なるほど。はい、じゃあ冬もちょっとそうですね、ここ
来ると、はい、むしろ冬の方が花が多いかもしれないですね、うん、逆に花咲くんですね、はい、ミモザとかジンチョウゲとか咲きますので、はいはい、いやとにかくあのゴールドクレストがまさか北海道でこんな大きいの 見るとは思わなかったんで、はい、そうですね、ここの前でこう挙式あげたりする、ああなるほど、いいですね、はいはい、もうあれだけでも本当見る価値ありっていう感じですありがとうございます。こちらの色彩館、はい、緑の相談コーナーもあるんですよね。はい、ございます、はい、で月曜日金曜日はお休みとなってます。祝日でも変わらず先生いらっしゃいますので、お気軽にお立ち寄りいただくか、お電話でも対応いたしますので、はい、ぜひご利用の方よろしくお願いします。じゃあなんかガーデニングでわからないことがあったら、はい、こちらにご質問も OK ということですね、はい、はい、ぜひご利用ください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、こちら岩見沢公園のバラ園の方になります。はい、そしてですね、今回ご案内いただくのが、曽根さん、はい、こちらのバラ園の方の管理を担当されている曽根さんですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でなんか一回改装されたんですかね。そうですね、2013年にリニューアルオープンしてます。そうですね、僕がずっと本当に前来た時は、はい、こんな感じではなかったんで。あ、そうなんですね、この辺がかなり整備されてるなと思ってでこちらがウェルカムガーデンといいまして、一番前があのバラらしく赤色のバラ、あ、はいはいはい、この赤で統一された。で中の方に入ると淡いピンクとか黄色とか淡い感じの色合いの、可愛らしい色合いが、はい、こちらのバラ、はい、モーデンブラッシュっていうんですけども、カナダのバラで、お、あ、珍しいですね、はい、カナダってハーデンスゾーンが Z の2なので、かなり体感性が、あの北海道の気候にちょうど合ってるバラってことです ね、はい、ですね、なるほど。ただ暑いのにはちょっとやっぱり苦手なので、うんうん、夏以降生育落ちて花つきも悪くなっちゃうので、うん、一番花が一番すごい綺麗、ちょうど今が見頃ということですね、はい、そうですね、なるほど。テストガーデン、はい、こちらで3年間あの耐寒性と耐病性のテストをしてて、無農薬で無肥料で、はい、雪囲いも枝が折れないだけっていう囲い方法でテストしてます、うん、へ、あら素敵なお庭ですねこれはおー、ここは全部イングリッシュローズで揃えてある、はい、そうですね、結構長年放置されてたんですけど、今ちょっとずつあの株分けとか宿根草の方も整備して、間にこう宿根草をいろいろこう、はい、この辺全部宿根ですかね。そうですね、この辺はまあバラだけではなくて、はい、そういう植物いろいろ組み合わせて、まあ、本当 にガーデン、お庭っていう感じですね、はい、そうですね、イングリッシュローズガーデンっていう感じで、イングリッシュローズのガーデン、ここバラの専門店になるんですかね。でも一応宿根草とか、はい、一年とかも売ってます。あ、結構いろんな品種扱ってるんですね。そうですね。バラ園内に蓄積してる。蓄積してる。あ、実際にこのバラ園を見て、あ、これ欲しいなって思ったらここで購入することもできるってことですね。はい、こちらで、あ、ちょっとした資材なんかも扱ってるんですね。あ、なんか結構見知った商品がここに。取り扱っていただいてありがとうございます。この辺が結構バラのコーナーなんですかね。そうですね、はい、バラのコーナーが多いですよね、うん、じゃ あこういう PW の苗とかも扱ってるんですね。で、あとはこっちがバラのコーナーですね。系統ごとに分かれてる、分かれててシュラブとかフロリパンダとか、はい、イングリッシュローズとか系統ごとに分かりやすく販売されてるんですね、はい、結構うち の、うん、あの園内に植えてあるものもこちらで仕入れていただいてて、なるほど、このリンダ・キャンベルなんかも園内で あのこちら、はい、咲いているバラですね、リンダ・キャンベル、うん、四季咲きで、これもハイブリッドルゴサって浜梨の園芸品種になってて、ここがふわふわしてて気持ちいいです。あ、本当だ、なんかこうふわふわしてる基本こちらのバラ園はまあ無農薬と、はい、いうことなんですよ ね、まあ、でもまあ北海道ならではというか岩見沢ならではみたいなところもあろうかと、はい、そうですね、やっぱり気候的にも、うん、あの涼しい気候ですし、
湿度的にもそんなに本州の方よりは高くないので、うん、できることかなとは思います。そうですね、あと、はい、やっぱりテッポウムシとかコガネムシがね、はい、来ちゃうということだったの で、ね、はい、そちらの方は、まあ、もしあの今日ご覧の、ね、皆さんは、テッポウムシの場合は、うん、あの緊張いいという、ね、殺虫剤ありますし、あとコガネムシ、ね、花を食べに来ちゃうものもいるんですが、これはあのベニカ X ファインスプレーとかベニカ X ネクストスプレーですね、そういったもので退治できますので、もし皆さんのご家庭で出た時にはそういったもので防除していただければと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、住友科学園芸。